今回は蜃気楼の塔をクリアすると手に入れることができるこちら、蜃気楼の塔 YE ガチャチケット、こちら1000枚ご用意いたしました。ギルメンにもね、協力してもらってみんなで蜃気楼の塔ギルメンで攻略してたんですけれども、1000枚集まりましたので、今回ドリーム販売機、こちらで1000回ガチャを引いてみたいと思っております。ということで早速、これどんぐらい、これもしかしてめちゃくちゃ時間かかるかい、1000回引くのって。あ1回ずつだ、これ1回ずつだな、なるほど。未鑑定ボックスしか出ない感じかい、これ。ということで、これ1000回だ。1000回は長いな。はい、早送りします。今なんか装備が出たな。イリュージョンカウンターダガーとか出るんです。いや、いらねえ。いや、いらねえこれ。とりあえず続きやっていきましょう。なんか今装備が出ましたな。イリュージョン目視録。なるほど。また今装備が出ましたな。イリュージョン神の使者。ははは。笑いしかね。イリュージョン系の装備が出るのかな、これ。ひどい。ちょっとひどいな。二つ目。被ることある、これ。被ることあります、これ。嘘やろ。二本目のイリュージョンカウンターダガーが出ました。悲しい。なんかもうちょっといいもん出てほしいんだが。いやー、引き終わりましたな、1000枚。ちなみに約18分かかりました。倍速してると思いますが、1000枚開けるのに18分かかったということで、皆様貯めて開けるときはご注意ください。ということで出たのはちょっとひどい装備品たちと、未鑑定収集品ボックスが444個、未鑑定消耗品ボックスが510個、記念硬貨が42個ですね。なるほど。じゃあこれ鑑定するか。未鑑定ボックスね。これからいいのって多分出ないと思うんだけどね。何でも鑑定士さんね。そうだよね。はい、一気に鑑定できない、これ。これ一個ずつなん、これ。これも一個ずつなんです。
ということで、こちらも、はい、倍速していきたいと思います。さーて終わりましたな。もうこれ以上種類が増えなかったところを見ると、全種類出したんじゃないか。これつまりそういうことじゃろう。なるほどね。使えそうなのだけカートに入れて、他はちょっと倉庫に預けてきましょうか。一旦じゃあ整理します。さーて続きまして、未鑑定収集品ボックス、これも行きましょうか。どれぐらい時間がかかるやからですな。終わったはぁ、ここまでに、40分近くかかっておりますよ、これ。ということで、まず、消耗品。こういった料理系、レジポ、コンバーターと、まあ、あとこういった類のものですな。で、あと、収集品ね。収集品もこれ倉庫に預けて一覧化しましょうか。基本的にはあれかな、料理の材料とかそういう類のものなのかな。これはそこまでいいのはないっていう感じだね。大当たりとかあるんかな、ちょいわかりませんな。はい、毒キノコ、バルハラの花、エンペリウム、料理系材料とかその他諸々の材料が出てるっていう感じかな。これはね、ヨルムンガルドの花とかちょっと嬉しいけど、こんな感じでございました。あとはまあ結局美味しいのこれだね。記念硬貨が出るっていうのが美味しいっていう感じなのかな。で、あと装備品はこんな感じですけど、大当たりあるんでしょうか。装備品わかりませんな。ということで、ティアマトじゃない、蜃気楼ワイガチャ1000回引いてみたという動画でございました。いやー、どんなものが出るかっていうのはね、気になってたんで、いやー、いい結果が見れたと思います。もしね、いや、こんな武器実は出るんやでみたいなのがご存知の方いらっしゃれば、コメント欄で教えていただけると幸いでございます。ということで、また次のパートでお会いしましょう。またねー。